えー、こんにちは。カルダノのステーキングエポック切り替わりまして、今回も動画の方を送っていただきました。えー、この動画ね、やっぱりこう、多くの方が、すごく貴重な情報源だと捉えてはいると思いますけども、何回か見ていくとね、だん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 、まあ見ても見なくても変わんないしみたいになっていっちゃう方もいるのかなと思いますね。でも、まあ、いろんなね、思いの中でこうやって動画更新していただいて、少なくとも私は見てるわけなんですよね。 そう考えると、あの、体のだってものの魅力ってのが、こういったね、今回作っていただいた動画を通じて、ますますこう見えてくるというかね、それから今ブロックチェーンエキスポがもうすぐ始まりますけども、そういった活動が、あきちんと前に進んでるんだな、というふうに実感を受けることが多いです。で、このね、2、3週間ですかね、 ビットコインの価格はまた急騰して、一時期760円を突破。このまま800万とか900万とか行くんじゃないかな、みたいなね、動きがありましたし、イーサリウムもまあ50万に目指して強い動きを見せていました。まあ、その中でね、体の枝って250円前後をずっと維持していて、あれどうしちゃったのかなって思うところもあるかもしれませんけども、だからこれがね、体の枝の価格の独立性なのかなと思うんですよ。下がる時も、釣られて下がるんではなくて、 まあずっとそこにとどまっているというかね。で、景気が加熱して、どんどん全体的なアルトコインの価格が上がっても、カルダネイダーは独立した動きをそのまんま見しているというところで、まあ妙なね、安定感はあるかなと思うんですよ。もちろん、全体的に暗号通貨の価格が上がっていけば、それに剃られて上がるんじゃないかなっていう潜入感は今でもあるんですけども、まあそうならないところにね、なんかカルダネイダーの独自性とか魅力っていうのがあるのかなと思います。さあ、それではカルダのエクスポ。 はい、じゃあもうすぐ始まりますね。うんと、あれ、いつだったかな、ね、いつだったかなちょっと忘れちゃったんですけども、すいません。もうやってるんですよね、今ね。え。確か、体のエキスポ、そろそろじゃないかなと思ったんですけども。ブロックチェーンエキスポですね。ブロックチェーン。 エキ秋さあどうでしょうか私がその日付を忘れてしまうというね冒険を出ましたけどもあそうそうあのね金土日のような潜入感があったんですけども違うんですよね27、28、29ですね大変失礼しましただからちょっとねぽっと出てこないんですよ、うん、このなんか愚かな潜入感もどうにかせきゃいけんですねえ27日ということなんでうん今日が24日ですからもう間もなくですね うん、楽しみにしたいと思いますどうもありがとうございますいつも